耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N3 濃い色が濃い薄い薄い本酸っぱいレモンは酸っぱい臭い 納豆は臭いから嫌いだという日本人も多い。おかしい。山本くんは授業中にいつもおかしいことを言ってみんなを笑わせる。かっこいい。あの先輩はかっこいいので人気がある。うまい。母は料理がうまい。 親しい。私は田中さんと親しい。詳しい。この地図はとても詳しい。細かい。新聞の字は細かくてお年寄りには読みづらい。浅い。この川は浅いので子供が泳いでも危なくない。 硬い、このパンはとても硬い。ぬるい、ぬるいコーヒーは美味しくない。まぶしい、カーテンを開けたら太陽がまぶしかった。蒸し暑い、日本の夏は蒸し暑い。清潔な、 清潔な服を身につける。新鮮な、新鮮な魚は美味しい。豊かな、豊かな資源。立派な、立派な人。正確な、正確な数はわからないが、この観客は5000人ぐらいだろう。 確かな。新聞は確かな事実だけを伝えなければならない。重要な。今日は午後から重要な会議がある。必要な。子供に必要なのは親の温かい愛情だ。もったいない。流行遅れでも まだ着られる服を捨てるのはもったいない。すごい。昨日の台風はすごかった。ひどい。一人を大勢でいじめるとはひどい。激しい。雨が激しい。そっくりな。兄は父に。 顔も声もそっくりだ。急な。急に歯が痛み出した。適当な。家庭教師を探しているが適当な人がなかなかいない。特別な。彼女には音楽家としての特別な才能がある。完全な。 土の中から古代の器が完全な形で出てきた。盛んな。私の故郷は農業が盛んだ。様々な。インターネットから様々な情報が得られる。可能な。科学が進歩して今まで不可能だったことも可能になった。 不可能な。不可能な計画なら、初めから立てない方がいい。基本的な。パソコンの基本的な使い方はマニュアルに書いてある。国際的な。東京で国際的なアニメフェスティバルが開かれた。バラバラな。みんなの意見がバラバラで、 なかなか結論が出ないボロボロなボロボロな服 <music>